はいどうも皆さん、キャシーと申します。行方不明ですね。前回2つのエンディングを見て、ゲームとしましてはもうすでに終わっているんですけども、編集していくつか気づいた見逃してしまった演出ですね、こちらの方の回収を今回やっていきたいと思います。はい、ということでアキコの家ですね、これ鍵もうすでに取ってきてまして、これで鍵を取る、落書きがつく、でラジオを止めた後に声が聞こえてるんですよね。で、あれ電話が鳴るんじゃなかったっけ？あ、鳴った。で、電話が鳴ると声が止むんですよね。で、電話取ります。でもこの電話かけてるのは誰なのかってわかんないんですけど。で、今ここを取った後に今ちょっとしゃべっちゃってた、聞こえなかったかもしれないですけど、歩いてくる音が聞こえるんですよ。で、それはおそらくこの子が上から降りてきた音なんですよね。で、これ止めた後も聞こえてた声っていうのが、実は上に2階にいたこの子の声なのかなとかちょっと思うんですけど、最初はその親御さんになんかね、あの虐待みたいなされてるのかなとか思ったんですけど、確かこの家はネグレクトなんですよね。だから育児放棄的な方で、だからこういう食べ物とかカップラーメンばっかり残ってたり、ゴミ袋が残ってたりっていう風に、なってるんですけど、なのでちょっとわからないんですけど、もしかしたら上でこの子が上の階にいて泣いてて、で、おそらく匠くんかなんかがお母さんを助けるために電話を鳴らして、それに気づいたこの子が降りてこさせようとしたっていう演出なのかなというふうにちょっと私は思っています。はい、これはちょっと見逃したというよりも、こういうことだったんじゃないかなっていうふうに思ったので改めてお見せしています。はい、で、水木さんの家ですね、最初に入ったところです。ここでちょっと見逃してしまった部分があるので、見ていきたいと思います。これは別に見逃してたわけではないんですけど、土足ですよね。ちゃんと玄関ここにあって、その海外式ではないのにもかかわらず、普通に室内で靴履いちゃってるんですよね。これスリッパじゃないよね。ちょっとおかしいですよね。それじゃないんですけど、お見せしたいのは。これですね。これ鳴き声聞こえて、で、私これ最初来た時にこのパソコンから音が鳴ってるのかなと思って勘違いしちゃったんですけど、この時にこのラジオ鳴ってたんですね。私本編でこのラジオ全然使われてないじゃんっていう風に言ってたんですけど、初回で普通に使われてましたね。大変失礼しました。普通にこのテレビからの音なのか、テレビじゃなかった、あのパソコンの方から流れてる怪奇現象なのかなと思ってたんですけど、ちゃんと使われてましたね。はい、見逃しポイントです。はい、次かなえさんの家ですね。で、ここなんですけども、これ最初からここラジオ、これは本編の方でも気づいたんですけど、で、この鍵、私が見つけるの1時間以上かかったこの鍵ですね、この鍵を取った後なんですけど、いなくなる。で、ここでラジオの音が聞こえてきますと。で、ここでお父さんどっか行くんですよね。で、そのお父さんがどこに行ったのかというと、これ私気づかなかったんですけど、ここにいたみたいなんですよね。これ全然気づかなくて、手のちき手をあおひはろ
何を言ってるんだ。何回話したの、これなのか。なんか壁に向かってなんかわけのわからないことを喋ってるんですよね。これ前回見逃してしまったんですけど、これ何なんでしょうね。あれなんですかね、酒で酔っ払ってるのか、なんか怪奇現象の一種なのか。まあでも酔っ払ってるんだろうな、きっと。はい、これは見逃してしまったやつですね。ちなみになんですが、一度家を出て中に入ってくるといなくなってます。これでまあどこに行ったのかわからないんですが、本編の中で見かけることはなくなります。水木さんのお母さんもそうですよね。イベントの後はどっか行ってそのまま出てこなくなると。はい、じゃあ水木さんの家ですね。ワンちゃん、まあ、これはもう本編実況した時にもう完全にやらかし、見た通りのやらかしだったんですが、まあこのワンちゃんがですね、人面犬に変わるんですが、角度が悪くてよく見えていなかったので、今回はきっちり見てやりたいと思います。そこだよね、確か。どう見るのがいいんだろう。何今。なんか動けなくなった。なんか動けなくなった。どうした。なんか動けなくなったぞ。なんかグラってなったと思ったら動けなくなった。はい、なぜかさっきよくわからないんですが急に動けなくなってしまったので、改めて戻ってきました。はい、もう一回お願いします。なんであんな、あそこに行ったらなんかハマって動けなくなったんだよな。犬の後ろきっちりついてけってことなのかな。でも角度ミスると見えなくなっちゃうんだよな、また。はい、じゃあ今度はきっちり見てやりましょう。その面拝ませてもらうぜ。よっ。こんな顔してたんだ。へえ、知らなかった。あ、そんな顔だったんだ。なんか勝手にイメージ的にあの眼帯つけてる、なんかね、某ボクシング漫画のあの人みたいな顔をしてるのかと思ったら、あんな顔だったんだ。全然、前回全然分かんなかったからな。はい、ということで見逃しポイントでした。はい、公園に来ました。これはいわゆるあのバッドエンドの方のですね、まだこの風車をお供えしていない状態で、来ている公園です。ここでもちょっと見逃しがあったみたいですので見ていきたいと思います。まあ、まずあの子、これはまあ見たんですけど、この子はどうも一定の距離を保つみたいですね。近づけば離れるし、こっちが遠く行くと寄ってくるっていう、一定の距離からは出てこないっていう形みたいです。で、一番見逃してしまったなと思ったのが、誰かいるんですよ、ここに。ここに人立ってるんですよ、子供が。これですね、男の子。いやーでも女の子かな、がいるんですよね。で、私気づいたのはこれだけなんですけど、この音って他のところにもあったラジオの音ですよね。実はどっかにラジオあるのかな。
実はラジオがどっかにある。でも登れはしないんだよね。だからあの子のところにはおそらく行けない。あのここに近づくと音が強くなるから、単純にラジオがここにあるっていうことではなくって、あの子がいることを示してるのかな。あ、寄ってきてる寄ってきてる。あ、ちゃんと物を避けるちゃんと物を避けて遠く行くんだ。うん、やっぱりここに行くと一番音が強くなるみたいなんで、あの子を指してるのかな。うん、どっかにラジオでも合うのかなと思ったんですが、そういうわけでもなさそうですね。こっちに何かあるのかな。こっちは何もなさそうですね。単純に駐車場があるだけかな。これそっち行けなくなるけど、あ、壁すり抜けるのね壁すり抜けちゃった。そこはさすがにやらないのね。あ、こんなとこに階段あったんだ。さすがに入水まではできないけど、これ入っていけたら面白かったなまあいいや。正面から受ける。はあ、早い。顔を収められなかったな。はい、これバッドエンドの方の橋なんですけども、これ細かく見てみるとですね、ちゃんと靴が置いてあるんですよ、3人分。細かいですよね。全然気づかなかったですけど。それでこれ本来だったら落ちないようになっているロープが切られてるんですよね。ちょっとこれの覚えておいてもらって、で万歳のところですね。はい、水木さんの家ですね。ここで一個だけちょっと気になったとか覚えておいてほしいことがあるんですけども、チャットですね。このチャットの中であれ持ってきたよね、分かってるっていう話をしています。いわゆる公園に何かを持ってきてほしいっていうふうに言ってるんですね。はい、これをちょっと覚えておいてほしいなと思います。はい、再び公園に戻ってきました。今度はお供え物をした状態、いわゆるグッドエンドの方の公園です。でこちらはまあ幽霊たちが出てこないですので、当然このここにも誰も立っていないという形ですね。ていうか若干あれかな、このグッドエンド側の方が若干明るいような気がしますね、公園が。はい、橋の先まで来ました。でですね、パソコンを見た時のあれ持ってきてって言ってたと思うんですけど、あとバッドエンドの時の状況をちょっと覚えておいてほしいって言ったんですけども、これですね、これ石3つブロックあるんですけど、バッドエンドの方で3人万歳して浮いてたじゃないですか。あれはいわゆる多分これを足につけて、いわゆるこれを重しにして自殺を図ってたってことなんですよね。でそれがこちら側では使われていない。で、ここにハサミがあるんですよね。これで切ってるんですよ。だおそらくまあこのもあれ持ってきてって言っていたのがこの石のことなのかな。石とまあこのロープを切るためのハサミもそうなのかもしれないんですけど、それによってまあここから自殺をもともと図ろうとしていたのかな。それがこのグッドエンドの方だと、そのハサミを使ってこっちの自殺用のロープの方もこれ切ってるっていうことなのかな。ちょっとわかんないんですけど、まあ思いとどまってくれたってことなのかな。だからこの
サトシ君ですね。サトシ君？タクミ君？タクミ君ですね。タクミ君が止めてくれたのかな？ちょっとわかんないんですけども。そう、実はこういう細かいのはあったんですよ。さっさと行っちゃったんですけど。すごいですよね。おそらくあれ持ってきてって言ってたのが、でもブロックをね、一人の女の子が全部持ってくるっていうのは難しいだろうから、おそらくハサミかな。うん。あれって言ってたのはおそらくハサミを持ってきて、ブロックはここら辺にあったものを使ったのかな。うん、っていう形です。ここら辺でちょっと触れずに終わってしまったので、今回は触れたいなと思ったので、改めて動画にしました。はい、ということで、私が見逃してしまった演出集でした。他にもね、見逃しているものはあるかもしれないんですけど、とりあえず私が気づいたものだけまとめてみました。今回で行方不明の実況、最終回という形になります。ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。